はい。頭が光っとる。やべやべ、これやばいやつ。ちょっとね最近ね、僕のねちょっとハゲ具合とね、あとシワが増えてきてるのがね、もう自分のね見た目の劣化に耐えられなくなってるなと思う今日この頃ですが、春になりましたので、冬になる時にリフトアップして、タイヤスタッドレスタイヤちょっとだけね外径でかいものに変えた、プラド、まあ普段うちの会社のスタッフが乗ってるんですが、これを今日はですね、タイヤホイール買ってあります。はい、サイズが17インチの 8J オフセットプラマイ0でございます。プラドのホイールってプラス20のホイールが多いんですけど、今回はちょっと大きめのサイズ28570を内側のアームとかに当たらないように履かせようということで、プラマイ0を選んでおります。そしてこのガンメタかっこいいでしょこれで、タイヤの方は横浜ジオランダーのオールテレーン AT ですの、LT パターン。なんかこのジオランダーの AT って、ノーマルパターンと LT パターンがあるみたいで、 LT パターンの方を選択してます。サイズは2857017。はい、こんな感じでAT なんですけど、この LT パターンだと結構ごつい。見た目的に XAT とかとそんなに遜色ない見た目なんじゃないかなと思いますね。小春さん、これパターン、結構 AT にしちゃ攻めてますよね。そうそう、深いんですよ溝は、ね、これめっちゃ深い。そうなんか見た目的には XAT とかにしなくても、まあ、マットテレンとは全然違うんですけど、まあ、満足できるかなっていう見た目でございます。 8J プラマイゼルと2857017を履かせまして、まあ、この出面ですね。多分プラマイゼロなんで内側のアームは当たらないと思うんですけど、まあ、どれぐらいこう出てくるのかっていうのと、あと多分スクラブ半径がでかくなる関係でこの辺に当たりやすいと思うんで、どれぐらい干渉するかを小春先生が検証してくれます。小春先生が検証して当たった場合は対策してくれます。当たった場合はもうあれですよ、何の迷いもなくカットするとりあえず交換します小春さん、はい、もう見なくても分かります。見なくても分かります。こうつまんでますよねもうねその辺うろちょろしてる時点でなんかやるなって分かりますあれやめてくれません？暇なんですか？暇なら反対に周りを見てくれてないとダメですね。暇なら反対側外してパシって取ってくれな。暇なら反対側外してきてくれないですか？暇じゃないですね。暇っすよね。はまらない。ちょっと低いのか。あ、ちょっと、いや、あげんといてよ。え、なんで。ちょっと。なんで。なんか、え。あ、いや、なんかこっち側、ちょっと低かったんですよ。まあ、でも軽いよ、これ。うん。軽い。ああ、確かにね。普通の車にしたら重いんだろうけど。35インチとかと比べたら、だってこれ高いでしょ。まあ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 高い、まあまあ高い、まあまだ請求書来てないんで値段わかんないですけど、あ、これさっきさうちの妹のタイヤも一緒に組んでもらったんやけどさ、うん、これの請求書も載せといていい？意味わからんしどうしてよタイヤあれっすよ、これ動画いつ出るか知らんけど4月からまた値上げっすよ。値上げらしいですね。そう、夏タイヤ買いたいなって人はよ注文しとかんと値上げの春、うん、一気に値が上がるらしいっすいや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 、納豆持っとるでしょ。濃いでしょ。納豆持ってるでしょ。納豆ないよ。余計なことしない。取れないじゃん。取れないじゃん。余計なことしないでくれ。なんで最近さ、探そうともしずにこっちのせいに。もうなんかはってなることは全て小春さんのいたずらだって気がついてますから。僕せめて探すと無理だよ。動画的にもう動じないことにしました。あれさあどうかな。なんか小春さんもう早速なんかゴゴゴゴって音してたんですけど、どうですか。ああ、後ろはでもあれやな、思ったより。ちょっとハンドル戻してみてください。もうちょっと戻すわ。ああ、これでも動いてたら当たりますね。縮むと土建は後ろ方向に動くで、動いたら当たりますね。土建はなしやな。前はどうですか。前のここ、前もそのビラビラ。止まってても当たってるっす。ビラビラは当たるやろ。止まってても当たってるっす、ここ。うん、ビラビラは撤去やな。こっちの後ろの泥よけは何ですか。撤去っすか。後ろ泥よけ、うん。へこましたりできないですか。いや、泥よけそのものはへこませれんで、まあ、取ってまうのが一番ちゃう、はい、じゃあ撤去ですね。ギアがだいぶゆるゆるやな。なんですか。スナップオンのちっちゃいラチェットのギアが。これさ、まだ誕生日だいぶ先っすよ。43歳の43歳。39。43歳の誕生日まだ先っすよ。39です。やっぱ嫌じゃん。あ、前こっちは混んでいけるの。ここちょっと切らないかな。どこですか。ここ。そこを切らないかんのですか。いつもここ切るけど、それは何ですか。ボディのここは泥よけの一部、ステップかな。ステップかな。ああ、樹脂部分なんですね。じゃあ切りますか。大体その前のあるそれは何のためについてるんですか。なんなんやろ。空力パーツですか、これ。か泥跳ね。水の巻き上げ、巻き上げ、ザバーンって深い水たまり入ったときにさ、多分こんだけでも違うやろうで、でも空力とかのあれかな、音消しかな。あ、それは簡単なんですね。ネジ2本、当たります。いや、反対いきます。ああ、ライナーは炙ってへこませようか。後ろはあの角だけちょっと、ここだけ気持ち削る、この角だけでいいで、はい。どんなもん切ったんですか。ああ、ちょっとやめなさいよ。カメラにちゃんと映るようにしなさいよ。あ、そんなもん。なるほどね。この部分ね。この部分から、この部分からこれを切りつける。ちょっと解説させなさいよ。そんだけで当たらないですか。バーナーで炙った方が早いかな。え？ガスバーナーで炙った方が早い。いや、怖いんで。なんですか、熱した後に押して。へこませるんですか。そうそうそう。そんなけペコペコになるんですね、熱すると。まあ触れんぐらい熱くなっとる。ほんでどうすか。ハンドル戻してみます。当たってるっすか？いや、ギリギリ動いたら当たる感じっすか？うわ、微妙微妙。もうちょいいけないっすか？うん、もうちょっとやっとこうか。どうですか？いや、ギリやな。まあ、ボリボリは言わんと思う。ちょっとキュルキュル程度。ちょっと見してください。キュル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 っていうか言わんかな程度かな。まず右から切ってください。ああ、これ後ろ側は大丈夫じゃないですか？うん、まあ思ったより後ろに下がるけど、まあオフバリバリやるわけはないでいいと思う。多分大丈夫ですね、これは。じゃあ今度反対を。いやそこね、後ろにウォッシャータンクがおるんや。ああ、際どいっすね。いや、際どいっすね、ここ。際どい。まあ多少って感じですかね。引っかかって巻き込むことはない。そうですね。とりあえず走ってみて、どうしても気になったら切るって感じですかね。本格的に切るか、もうちょっと車高を上げるか。なんて言いました？もうちょっと車高を上げる。だってそうすればかわせる。まあね。ボディリフト試合2インチぐらい。ああ、ボディリフトね。それはありだね。いや、ありなの。店長。あ、本当だ。左側は余裕なんですね。だから右側ウォッシャータンクあるもんで、ちょっと出っ張りが違う。なるほどね。右前だけちょっと厳しいということですね。あと小春さん、出面なんですけど。出面。17ぐらいかな。17？ということはこのままじゃダメってことですよね。だからよくあるモールタイプの9ミリオーバーフェンダーってやつですか？つけて、でそれだったら記載変更なしでいけて、3ナンバーの得点ちょっとはみ出ていい得点で、10ミリ未満のタイヤのはみ出しが OK だから、19ミリこうマージンが広がるってことだから。まあそれにするか、そのさっきちらっと言ったジャオスのちょっとかっこいい出たところ。まずあれも9ミリのオーバーフェンダーですよ、ジャオスから出てるのも。9ミリか、もう1個上ないかな、多分10、それこそ20ぐらいのやつあるかもしれない。でも20出したらまたもっと出したくなるじゃないですか。いいじゃん、その時はスペーサーで。いやいやいや、まあ9ミリオーバーフェンダーですかね。まあモールタイプのそのオーバーフェンダーが一番だってさ、せっかくこれジャオス、足回りとか全部ジャオスやしさ、はい、もうここまできたらなんか、まあ、ジャオスで揃えたい感はありますね。ありますね。最近さ、目が見えんくて。老眼ですか？小春さん、老眼ですね。それは。糸がさ、タイヤに当たってるかどうかわからない。老眼ですね。一緒やね、出幅。出幅一緒。一緒。ああ。じゃあまあ9ミリオーバーフェンダー。目がしょぼしょぼする。大丈夫ですか？9ミリオーバーで小春さん、僕でもそもそもこれ入るって言って聞いたんですけど。入ったじゃん。いや、ももさんそろそろさ、慣れなあかんって。はめられてません？僕はめられた。プラマイゼロのホイールで28号のタイヤで入るって聞いて買ったんですけど。ももさん、いい加減にもう慣れてくださいよ。これはめられてますよね。店長のつくは確かにつくから、嘘じゃないよ。つく入ってるし、ちゃんと。あ、でもこれ多分ね、タイヤ次第かもしれん。ああ、うん、太い。これちょっとタイヤ太いやん。そうですね。もう一個下のタイヤやったら、まあ、だから27570だったら余裕だ。そうだから結局このさっきのタイヤ当たる当たらないと、このはみでも27570にしてくれれば、このプラマイゼロのホイールでも余裕なんですよ。オーバーサイズやもんね、これが。でもやっぱり僕の知り合いにもう万太郎君っていうプラド乗ってる、まあ、悪友がいるんですけど、彼も今275つけてて285にしたいって言ってました。そうでしょう。なんかこの275と285ってワンサイズしか違わないのに、なんかこうプラド乗ってる人は憧れがあるんですよね。まあ正面から見た時のぼってり感がちょっと違うもん。ということで。色なんだね。そうですよね。艶消し嫌やろ。そうやね。あ、でもあれ FRP やったっけ？あ、ジャオスって色塗ってきてないやったっけ？いや塗ったな確か。FRP やったかな。あ、黒樹脂やったかな。ということで続くという続くになっちゃったじゃん。なら戻そうかタイヤ。いやとりあえず続きやりましょう。はい。帰れるかな。